ある日突然兄が死に、ショックで倒れた母が、お母さん、ゆう子、四十九日ぶりに目を覚ました。こいちゃん、え、お兄ちゃん引きこもりやめたの？アルゼンチンで働いてる。ああ、間違ってなかったと思いますよ。当面の間は息子さんの事実は隠した方がいいと思います。高一から T シャツ送ってきたよ。これも嘘。 We are Koichi's friend。 これも嘘。嘘ついたでしょ。生ものは送れないって言われた。オムレツは俺が食った。え、何よそれ。誕生日には日本に帰ってくるのかしらね。みんなで突然アルゼンチンに行くっていうのはどう？なんで嘘ついた。生きてる人間は気持ちの整理をつけなきゃダメだって。誰かのせいで、あいつは死んだんじゃない。生きてれば誰だってきっと。俺は光一が怖かった。俺はおかしくなくなってない。知りたいんだ、何でもいいんだよ。兄ちゃんに謝りたいの。その嘘には優しさと後悔と希望がありました。あいつ生きてたんだな。鈴木家の嘘。